お気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、この女、嘘つきました。まだ買い物めっちゃしてます。はい、メールドットコムです。TAT さんの買い物が今年最後だっただけで、楽天スーパーセールがあったりとかしたら、そりゃ買っちゃうじゃないですか。ということでね、いまだにちょっと買い物をして、そのものが届いて、ハスハスしてる最中なんですけれども、今日はですね、ねえ、わかります？これね、もうね、ずっと欲しくて、ただね、売り出してすぐぐらいにすぐ売り切れになっちゃって、全然買えなかったんですけれども、この角度によってこうハートがチュピンチュピンチュピンってなるやつ、欲しかったの。こちらの親指ネイルをオフさせていただきましたので、実際にちょっと使って使用感とかね、お伝えしていきたいと思います。はい、というわけでね、今日使っていくものはこちら、ね、この親指にもうね、思いっきりこうね、もうね、バーン、ズカーンって感じで貼っていきたいと思います。今はね、ちなみにネイルケアが終わってベースジェルが塗ってある状態になっています。ちょっとね、ハートで、ちょっといろんなハートでね、ちょっとこっちの手ね、埋めたいなと思って、ここ2本はね、ちなみにこんな感じです。 3D モールドを作ったハートを上にこうペッて置いて、でちょっとプクッと感が足りなかったんでプクッとさせて、でこっちはハートのホロですね。ピンクのものと赤のものをちょっとだけのせました。こんな感じです。で、親指はこのズッキュンハートがズッキュンってくるんですね。こちらのカラーを塗っていきます。グレイッシュクラウド、これはね、プリジェルさんから出てるカラーの中で、結構明るめのグレーですね。ジュークジェルのコアラよりも明るめになっています。これをワンカラーで塗っていきます。したらシールになってるので、貼りやすくするために、こちらのクリスタルワイプレストップですね、こちらワンコート塗っていきます。そしたらこのシールをカットすんだよね。ちゃんとハートがね、全部入りきっているようにカットします。カットすることができたら剥がして、ど真ん中に、で、これをこう貼り付けて、待って、ぐしゃぐしゃじゃない？私これ、どうだろう、これどう出るかな。一応貼り付けることはできました。普通のシールよりはちょっと厚めではあるんですけど、転写型ですごくこうフィットしやすい、なんかね、グミっぽい感じの触り心地かな、イメージしてもらえればわかるかなと思います。こちらのグレースさんのスカルプチャージェルですね、これでトップ締めていきたいと思います。ね、待って待って、ぐちゃぐちゃなんだけど、これ全然、ちょっと待って、ハート感なくない？いや、まだ硬化してないんですけど、ちょっとあまりにもこれぐちゃぐちゃすぎて、ハート感がちょっとね、全くないんだけど。ないよね。やり直そう。ちょっと一回真っさらな状態に戻しました。ちょっとね、下の方が切れてるところをね、ちょっとなんかなくなっちゃうの嫌だから、まずは真ん中を貼ります。で、これで真ん中を貼った状態で台紙を剥がせたら、剥がせた。剥がせました。今こんな感じ。あ、めっちゃ可愛い。今はめっちゃ可愛いね。こうしっかりめにちょっと空気を押し出しつつ貼り付ける。これをクリアジェルで締めていきます。だけど、どうしたらいいの？爪にフィットさせて使うの難しいので、マスキングテープに貼り付けます。剥がします。
マイナー筆を使ってこのスカルプチャージェルをこのハート型にまず感じでクリアジェルをのせたらライトに入れて硬化します。はい、硬化します。剥がれた剥がれた。スカルプチャージェルを広げてあげて、でちょっとのせるところらへんにこうモコッと、こんな感じね。今このモコッとしている箇所にこれを置きますと、ライトに入れて硬化します。そしたらここの隙間ですね、ここにジェルを入れちゃう。片側埋めたらライトに入れます。10秒ぐらいちょっと仮硬化をして反対側も同様に埋めていきます。上から見た時にね、しっかりとこのサイドが埋まりました。こちらウィズノエルさんが出しているクリスタルコーティングジェル、これ結構柔らかいので、こういうね溜めたくない系のやつとかだと薄くね本当に一層塗ることができるのがめちゃくちゃいい点だと思うので、そしたら、ちょっとねハートの上はちょっともうちょっとだけフクッと感が欲しいので重ねます。こんな感じにできました。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。こうやって紙で見てみるとそんなに気にならないんですけど、爪にのせてみると黄ばみがちょっと気になるかな。なので濃いめのカラーの上にやってあげるか、もしくはもうナチュラルネイルの上にクリアの上にそのままのせてあげるっていう方が目立ちにくくて可愛く見えるんじゃないのかなというふうに思いました。ちょっとねこうグミっぽいようなこうジェルチップみたいなブニブニっとした感じの触り心地なので、しっかりフィットさせてっていうのがねなかなか正直難しいかなと思ったんですけど、私結構ねこう最近立体アートにハマってるっていうのもあるし、まあ、立体にしても可愛いかなと。ただやっぱりねベースのグレーを選んでしまったことによって黄ばみが結構目立つので、ベースカラーはちょっと後日直そうかなというふうに思っております。このねハートビーム自体、これねレジンとかに入れてあげても絶対可愛いと思うので、概要欄にねリンク貼っておきますので、そちらからご覧になっていただければなと思います。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。